ついに彼女ができました。じゃあおめでとうございます。はい、こんにちは。 RWS ドリーム塾代表の森影です。おもちです。おもちです。ドラリードリブルからのパスミスを減らす方法ちょっと考えた。はい、今日はね、ドリブルからのパスミスを減らす方法で、これはすごいシンプルだけど、多分あ、なるほどねとなります。この度、本当に大変、まあ、僕らとしても喜ばしい、そうですね、喜ばしいことだったんですけども、高野匠、通称匠コーチ29歳、ついに初めての、ついに彼女ができました。おめでとうございます。お相手の名前は、名前と住所、名前はね、まだ捨ててましょう。まだね、まだ違いますね。相手のプライベートもあるんで、はい、そうか。職業はいいんじゃないですか。職業もえ、まあ、それダメですか。まあ、まあ医療従事者ですね。なあ、素晴らしい。医療関係ですね。出会いは？出会いは何ですか？突然に。出会いは渋谷で。ポケモンみたいな感じです。なるほど。わあ、いいね。ポケモンみたいな。まあ、草むらから丸々が出てきちゃうみたいな。どっちそれな。こっちが。あ、それなんて痩せるポケモン。なるほどね。ポケモンみたいな。いい出会いですね、それは。マスターボールでね。草むらから使えないと。まあ、本当おめでたいですね。ちなみに最近のレアが絶賛フリーを待ってしまう。まあそういうのはありますよね。楽しみにしてもらはい、って感じなんで、まずね、僕の方がまあ、いい例と悪い例をお手本をやってきますので、まずそちらのお手本をご覧ください。それではね、今の、パス、まあ、いい例で悪い例、見てもらったら大体分かると思うんですけど、まあ、簡単に、解説の方をしたいと思います。まず、ディフェンスが来た時に、こういう状況の時に、まずいい例は何でいいかというと、ドリブルからパスを出すまでにパスを出すっていう、要はモーション、動作が少ないんですよ。いい例はわかります。右足でボールを持っていて、右足でボールを蹴るんで、要は蹴る動作が少ないから相手に読まれなくなるというのがまずいい例です。で、悪い例は何で悪いかというと、右足でボール持ってます、右足でボール蹴りました、左足で蹴るとすると、蹴るまでに時間がかかってしまう。要はドンドン、このタイミングだと相手がもう蹴るって分かって読んでしまいますよね。蹴るまでの時間です。大事なのはボールをドリブルしてるところからパスをするまでの時間をどれだけ短くできるか。シンプルだけど、こういうのを分かってるだけでも全然試合中にパスミスの数とかボールを失う回数っていうのが出ると思うんで、意識してみてほしいなと思います。コメントで、まあ、こんな動画みたいなとかっていうのがあったら、ぜひコメント欄に書いてください。また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。